今回ご紹介するのは、オメガの自動巻き時計、コンステレーション REF168.017 です。天文台と星座のマークが、同シリーズの象徴となる、オメガの代表的コレクション。本品は、中でも人気の C ラインジェンタケースと呼ばれるクロノメータームーブメントを搭載した上位機種モデルです。文字盤はヘアライン仕上げのシルバーカラー。細身のバーインデックスとオニキス夜光付きペンシルハンドの組み合わせ。31にデイトが配された実用的で洗練された風貌デザインです。金張りケースは美しい C ラインフォルム。裏蓋は気密性防水性に優れた SS スクリューバッグです。バンドは社外製の革ベルトを装着しています。デザイン性にも優れたアンティークの深みあふれる雰囲気を楽しめるオメガの一品です。ダイヤル文字盤、特に目につく大きなダメージはありません。文字メモリのかすれ消えはありません。針インデックス夜光は経年変化しています。ケース、裏蓋、すれ、小傷、軽いあたりが認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風貌、中央に小さくオメガマークが確認できます。特に目につく大きな傷はありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。ベルト、微乗、社外製です。使用感がありますがすぐに装着可能です。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで出巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振り、手動でリューズを巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。ルーズを一段引いて回すと、時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。デイトは、ルーズを二段引き出すたびにチェンジします。秒針が、ぎこちない動きをするときがあります。付属品、本体のみです。日差は24時間の実測で60秒程度に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 19mm、 ケース径は約 35mm、 ルーズ含まず縦ラグからラグまで約 40mm、 厚さ約 11mm、 風防含むです。
時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。